串渕万里は、日本の政治家。元衆議院議員。現在は令和新選組、東京22区総支部長。元 NGO ピースボート事務局長。1967年10月15日、群馬県沼田市に生まれる。沼田市立沼田小学校、沼田市立沼田中学校、群馬県立沼田女子高等学校卒業。1991年3月。 立教大学社会学部卒業。同年 NGO ピースボートの職員となる。後に事務局長に就任。1995年田中修正の先駆け塾専修課生となる。2006年民主党国会議員候補公募試験に合格。2008年3月にピースボートを退職する。2009年8月30日の 第45回衆議院議員総選挙に民主党公認で東京23区から出馬。自由民主党の伊藤康介を破り初当選した。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では自民党の小倉進む心に敗れ、比例復活もならず落選。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙に再び、 立候補したが、小倉に敗れる。2017年10月22日の第48回衆議院議員総選挙では希望の投稿人で千葉3区から出馬するが自民党の松野広和に敗れ、比例復活もならず落選した。2020年2月17日、令和新選組が次期衆院選に串渕を東京22区に擁立すると発表した。ありがとうございます。